マイルドなマジトカルミの国際語 Lark Come on, speak to me Speak Lark マイルドの国際語 Lark グランプリヨーロッパ60デビュー This is Kamasami Kong. We're gonna be giving you some great news about an exciting new movie. It's called Big Wave. Big Wave! Aloha! This is Kamasami Kong. We're gonna be giving you some great news about an exciting new movie. It's called Big Wave.Big Wave! Aloha! Mild na. Aji to kari no ii kotoba. Lark o shitte ikkara, tomodachi ga wei tayo. Do you speak Lark? Mild no kokusai go, Lark. Tsuki mashite wa F3 Championship Race no moyou wo gonai imaki.さて熊谷さん、この F3 今年に入ってフラットボトム化がなりましたね、はい、それでかなり旧型のマシンも出てまいりまして、それがまた互角に戦うという非常に面白いレースが展開されてまいります。この F3 一言で言ってどういうクラスですか？まあ普通レースにステップアップしようという、それを目指すフレッシュマンなドライバーがいよいよ戦いということです。いわゆる国内最高峰の F2 を目指すドライバーが腕を磨くクラス。そうです。さて今回はどうなんですか、有力選手といいますと。今回はタイムを見ても分かるんですけれども、もうほとんど差がないという感じでした、はい、誰が勝ってもおかしくないという感じですね。でこれ使われておりますエンジンなんですが、トヨタのエンジン、はい、そして昨年からフォルクスワーゲンのエンジンが登場してまいりましたので、はい、現在2番手につけていますか、はい、おっとここで1台がスピン、近藤選手ですね。近藤選手、さあその予選ではね、フォルクスワーゲンのエンジンを積みました今回が F3 デビューレースになる佐藤浩二選手が見事ポールポジションを奪い取りました、はい、佐藤選手はかつては FJ とかその前は TS にも乗っていました。そうですね、まあ、かなりのベテランと言ってもいいんですが、走りっぷりはどうだったんですか？非常に硬い走りで、今回初めてで、富士のコースも当然初めてということで、いろいろ悩んでいたようですが、まあ、彼なりにうまくまとめている。さてこちらはトップ争い、カーナンバー1赤木、その後ろからカーナンバー11の中川もいいところにつけてまいります。そして15番がその佐藤浩二、フォルクスワーゲンのエンジンとトヨタのエンジン、排気量は 2000cc のエンジンです。これは馬力の方で言いますとどれぐらい出ているんでしょう？はい、空気の流入制限という、処置を取ってまして、はい、160馬力程度に抑えられています。F2 が300馬力オーバーに比べまして、その大体半分ぐらいの出力ということになりますね。まあ、そういったことを考えていきますと、やはりこれはレーサーの腕の見せ所といったレースですね、はい、かなり激しいトップ争いが展開されてまいります。11番の中川選手、中川選手は今年で2年目です。 F3 はその前は FJ1600、これは筑波のレースでチャンピオンだったんですね。チャンピオンを取りましたね。かなり将来が有望されている選手だと思うんですが、今回の走りはどうですか？今回、まあ、彼は富士、関東の人間なんで、富士も得意なコースとしてますので、ね、これから上位につけてくると思います。さあかなり激しいトップ争いが展開されてまいります。1コーナーを立ち上がりまして、かなり接近をしてまいりましたトップ3台のマシン、そこに11番の中川が加わってまいりまして、4台での激しいトップ争いになります。現在トップを走りますのはカーナンバー3北川、その北川のすぐ後ろにつけますのが林のワークスドライバーになります、カーナンバー1赤木、その赤木の後ろから11番の中川、そして15番の佐藤と続きます。さらにその後ろから激しい追い上げを見せまして、前の方に出てまいりましたカーナンバー17松田。さあこちらは激しいトップ争い、北側のアウト側から前に出てまいります。11番の中川、中川がトップに立ちます。しかしその中川の後ろぴったりとつけます3番の北川、トップに
いたしました中川がかなり後続を離そうという作戦に出てまいります。上位グループが幾分その間隔が離れてまいります。トップは11番の中川。さあしかしその後ろはかなり激しい争いが至るところで展開されてまいります。 F3 チャンピオンシップレース、トップ争いが、さあ北川がまた仕掛けてまいりますが、なんとか中川が抑えます。しかしそのイン側から北川が前に出る。しかし非常に激しい抜きつ抜かれつの争い。おっとここでミス、中川ミス、順位を大きく落とします。4番手5番手6番手あたりまでその順位を落とします。代わってトップに出しました3番の北川。非常に激しいトップグループでの争いが展開されてまいります。トップはカーナンバー3北川、その北川の後ろから追い上げを見せます17番の松田。さてこの松田の素晴らしい追い上げなんですが、ついにトップに立ちます。松田選手は今シーズンからこの F3 に登場してきた選手ですね。そうですね、彼は鈴鹿のシビックレース、そして今シーズンは例のシティブルドッグレースにも出ております。はい、さてトップに立ちました17番の松田、そのまま逃げ切りの優勝を飾ります。ビートたけし率いるたけしプロジェクトからのエントリーです。素晴らしい走りを見せてくれましたカーナンバー17松田哲選手です。変わりましてシビックのワンメイクレースです。これは熊谷さん、昨年から鈴鹿サーキットを離れまして東日本シリーズ、西日本シリーズという新しいレースシリーズができたわけですよね。はい、どうなんですか、東日本シリーズはやはりこの富士で走るっていうこともありまして、かなり選手の方入れ込んでるんじゃないですか。そうですね、富士の場合、東日本の場合富士では一戦しか行われませんので、それだけにみんな相当力も入っているんですね。一つの勝負どころとなるレースですね。これも他のレースと同じようにシビック一車種によりますレースです。ですからマシンによる差がありません。レーサーのテクニックでどのようにでも順位が変わるレースなんですが、やはり富士を得意としている選手の方が一歩有利なんですね。どうなんですか、今回特に注目をする選手というのはこのシビッククラスが、ポールポジションを取ったのが女性ドライバーというのを注目していただきたいんですけども、モノベ選手、やはりマシンがイコールコンディションということで、テクニックだけでどうにでもなるレースだから、女性レーサーでも堂々と優勝を狙えるチャンスがあるわけですよね。そうですね、それにしましても見事なポールポジション、物部選手、決勝の走りはちょっと遅れてるんですよね。エンジンの調子が悪くなって、だんだん後方に下がっていってしまうんですよ。さあ、スリップストリームという走法に入ります。これは自分のマシンの力を残しまして、相手の力を使って前に出ていく走法になるんですが、このパワーのないプロダクションクラスですと、これがもう最大の武器になります。ですから直線に出ますとね、トップに立っている車が右に左にラインを変えましてスリップに入られるのを嫌いますよね。それもテクニックなんですが、あまり本来は使うべきものではないです。どうなんでしょう、この富士スピードウェイではストレート以外でもスリップというのはやはり使えるんですか。この200、今映ってます 260R あたりでも、はい、うまくしますとどんどん前の車がついてきますね。いわゆるテールツーノーズという形ですよね。さらにノーマルと言いましてもかなりパワーの方は出ていますよね。今ご覧いただいているようにイン側の後輪がリフトします。湧き上がりまして3輪でコーナーを曲がっていきます。非常に迫力のあるレースが展開されてまいります。さてこのシビックのタイトコーナーでのコーナーリング、やはりインリフトしますね。FX 車の場合は後輪が上がるのはさほど影響はないわけですよね。ありませんね。これが昨年までのいわゆるマイナーツーリングと言われたサニーのマシンですとかなり影響が出てくるんじゃないですか。そうですね、スリップストリームを使ったのがいい例ですね。アウト側から一気に抜いていくわけですね。ここでもインリフトしますね。1コーナーの入り口、非常にすごい迫力を見せます。しかしトップに立ってもやはり引き離して独走という形は難しくなってないですね。やはり2台で走っていた方がタイムの方が上がりますので、はい、セカンドグループがどうしてもトップの方についていくということになると思います。ですから最終ラップの最終コーナー、そして直線チェッカーフラッグを受けるまでどの選手が優勝するか全
全くわからないカテゴリー。すでにおなじみのカラーリングのマシンがかなり上位の方に出てまいりますね。ヤマトシビック、明和シビックですね。ホンダ関係の工場チームのそれぞれのドライバーが自分たちのその今までの技術の蓄積をこう生かしまして作ってます、ね、まあとは言ってもレギュレーションによりまして改造はかなり抑えられてますからね。他のマシンとほぼイコールコンディションになっていくんですね。ただマシンを知り尽くしているから他の人よりもうまくコントロールできるということですね。極限の最後の詰めがやはり前で、さあ大詰めを迎えました。結局68番の引田康夫選手が優勝を飾りました FF スーパーシビックレース。